よ。びっくりした？どうしたの？なんか顔が暗いけど。お腹空いた？何か食べ物を持ってこようか。何？話って。とりあえず、お別れ？どういうこと？だって、約束してくれたじゃん。これからも遊びに来るって。村の言い伝えだって、知ってて来てたんじゃないの？それでも、私のことが好きだから、来てくれてたんでしょ？私しか、自分と遊んでくれる相手がいないから。いいの？ここに来なくなったら、君、いよいよ一人ぼっちだよ。また、昔みたいに戻りたいの？あ、しまった。つい口が滑っちゃった。ごめんね。君が前に寝てる時に記憶を覗いちゃったんだ。辛いでしょ？一人ぼっちって。ほら、おいでよ。いつもみたいに私と遊ぼ。なんで、そんな顔してるの？ねえ、遊ぼうよ。いつもみたいにさ。私から、離れるんだ。ごめんね。君のことを逃がすわけにはいかないんだよね。捕まえた。いいものを見せてあげるよ。あそこ。いつもみんなが祈ってるやつ。あそこの中身を特別に見せてあげるね。ちょっとびっくりするかもしれないけど。なんだかわかる？人の形をしてるね。正解。あれは人間。村の人が私に捧げたの。生贄ってやつ。今まで君の村が安全だったのは、私が守ってたからじゃないの。あそこにいる生贄の精気が弱すぎて、全然力が出せなかっただけ。せいぜいこの体を維持するので精一杯。ずっと私に祈ってると思ってたでしょ？残念。本来君たちの祈りは、神様いつも守ってくれてありがとうございます。じゃなくてね、生贄になってくれた子に対して私たちの代わりになってくれてありがとうって意味なんだよ。最近はこの意味を知らないでお祈りしてる人が多くてさ。まあ私的には承認欲求が満たされて嬉しいんだけど。だから次は君の番ってこと。ちょうど探してたんだよ。次の生贄になってくれるのは。前の子から絞ったやつが、そろそろ切れちゃいそうでさ。当たり前でしょ。神様だってお腹が空くよ。でももう平気。なんたって、最高のご馳走が見つかったから。心配しなくていいよ。だって君、すごいよ。若いからってだけじゃない。見えるの。どんどん君の体から、精気が溢れていくのが。すっごく強くて、そばにいるだけでも、酔っちゃいそう。こんな子、そうそう見つからないよ。まさに逸材ってやつ。
前の子はすぐに空になっちゃったんだけど、君ならしばらくは大丈夫さ。私も寂しかったからさ、ただもらうだけってことはしないよ。これからも毎日遊ぼう。ご飯も食べさせてあげるから。それで時々君の生気を私にくれればいいから。君のことを慕うしちゃった。いくら力がないからって君くらいならなんてことないよ。暴れないで。もう逃げられないんだから、いい加減諦めて。キューン。いい匂いするでしょ。まるでお布団の中みたいにポカポカで。今日は私と一緒にお昼寝しよう。抵抗しても無駄だよ。人間じゃこの誘惑には逆らえない。私に抱きついて目も閉じちゃおう。そのまま深呼吸して。もう瞳がとろけてきたね。ずっと私と一緒にいようよ。二人で楽しく暮らそう。二人ならきっと楽しいよ。君の方が先に死んじゃうかもしれないけど、それでも普通の人間よりはずっと長生きさせてあげるから。まだまだ知らないこといろいろ教えてあげるよ。例えば、そうだな、子供の作り方とか。君、まだ知らないでしょ。私が教えてあげる。これからもずーっと一緒にいようね。